どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただきます。今年はですね、2020年は YouTube 頑張ろうっていうところと、もう一つですね、やっぱり生配信ですね、ライブ配信のところもちょっとね、力を入れていきたいなっていうことで、昨日ぐらいからね、またライブ配信、月一のライブ配信始めたんですけど、今年はちょっとね、映像の方にもこだわりたいなと思って、実はね、ちょっと新しい、製品をね、導入しました。で、それがね、ライブ配信使ってみたんですけど、もうめちゃめちゃ良かったので、今日はね、それについても詳しくね、この動画でもちょっとご紹介したいなと思います。で、どんなね、アイテムかっていうと、ライブ配信で見てくれた方はね、わかると思うんですけども、もう早速ですね、この手元にあります。こちらのですね、すごいね、配線つながってるんですけど、この機械ですね、ブラックマジックデザインっていうね、会社さんから出ているエーテムミニっていう名前の、ライブ配信とか、動画のね、撮影用の機材です。これがね、すごく良かったので、YouTuber とかね、これから、ライブ配信始めようって方に、ちょっとね、向けてちょっと説明をしたいなと思います。で、こちらのエーテムミニですね、どんなところがいいかっていうのを、3つね、ポイントにしてみたので、ご紹介しますと、1つ目はですね、ライブ配信のクオリティがめちゃめちゃ上がります。ここはね、後で説明するんですけども、かなりね、変わったライブ配信になるので、そこがね、いいところ。で、2つ目として、操作も直感的で使いやすいです。後でこう触ってるところを見せるんですけれども、本当にね、僕も、初めてこれ触って、昨日ライブ配信やったんですけど、ぶっつけ本番でも、操作ができましたっていうぐらい、本当にね、分かりやすくて使いやすいです。で、3つ目ですね。これライブ配信っていう風にね、先ほど言ったんですけれども、それだけじゃなくて、実はね、通常の撮影ですね、こうやって今動画撮ってるんですけども、実はね、この動画もこの ATEM Mini 使って今撮影をしています。で、そのね、効率も上がりますっていう話なので、ちょっとね、今日はその話をしていこうかなと思います。はい。で、まずはね、ライブ配信の、クオリティを上げてくれるって話なんですけれども、まずね、この今喋ってるね動画、これ自体も ATEM Mini を使って、撮影をしてるんですけど、このね同じクオリティで、配信ができるんですね。今状況としてどうなってるかというと、よいしょ、こんな感じですね。僕の EOS RP っていうね、キャノンのカメラがあるんですけども、それをこの線でつないで、この ATEM Mini にね、つなげてます。こうやってこの一眼カメラの、情報をこの ATEM Mini の中に、取り込んで、で、それをライブ配信に使えますってものなんですね。で、まずね、これだけでも、まずね、クオリティが上がって、普段はね、どんな感じでやってたかっていうと、こんな感じの PC のインカメでやってたんですね。そうするとやっぱりこう、画質もね、良くないし、やっぱボケ感も出せないっていうことで、やっぱクオリティがちょっと変わってくるんですよね。で、その中、この ATEM Mini は、このね、一眼のカメラでライブ配信ができるので、非常にね、クオリティが上がりますっていうところですね。で、これ自体は、この ATEM Mini じゃなくてもね、いわゆるキャプチャーボードっていう機械を使えば、それだけでもね、できてしまうんですけれども、実はですね、この ATEM Mini のいいところ、が先ほどねちょっとだけも機能使ったんですけど、こちらですね、こんな感じで、2画面で切り替えて生配信ができるんですね。これね、僕の今手元の、画像を映してるんですけれども、これは、どうなってるかというと、実はですね、 ATEM Mini にもう一台このカメラつなげてます。僕の α7 をこのね、有線でこの、つなげて、この ATEM Mini の中に映像をね、入れています。なので、このね、2つのカメラ、最大でね、これ4つまで切り替えることができるんですけれども、このね、カメラを切り替えて、生配信をすることができますっていうものですね。やっぱりこのカメラの切り替えができると、手元でね、こうやって紹介ができるんで、僕みたいなね、ものの紹介をする人にとってはね、すごいいいですし、こうやってね、絵が変わると、同じ生配信でもね、やっぱりクオリティが変わるというか、やっぱね、飽きづらいんですよね。こうやって前向いて話して、こうやって手元の方でね、また何か話してっていう形でね、絵面が変わるだけでも結構ね、また体験が変わるんじゃないかなと思います。という形で、ライブ配信のクオリティをね、めちゃめちゃ上げてくれます。で、同じようにですね、これ、このカメラだけじゃなくって、
マイクですね。僕は今このロードの、ワイヤレス GO っていうね、ワイヤレスマイク使ってるんですけども、それもこのね、ATM の中につないで配信することができるので、まあ、非常にね、こう映像、音声ともに、きれいにね、まあ、クリアに、してくれるのがこの ATM ミニっていう機械ですね。で僕もね、まだこれ使ってみて、開けたばっかなので、そんなにね、詳しくは分かってないんですけど、それでもね、もうすぐに使えた機能っていうのがたくさんあって、これね、ライブ配信中も結構ね、いろんなこう絵のね、トランジションをすることができるんですね。例えば、こんな感じで、ちょっとね、もわっとさせた、このトランジションだったりとか、よいしょ、こんな感じで横からギュインと来るトランジションとかね、こんな感じでいろんなトランジションを、この手元で設定をすることができます。まあ、なのでね、まあ、簡単にこうパンパンね、切り替えるっていうのもいいんですけれども、まあ、ちょっとね、絵に変化加えたいときは、この手元のところで、変えることができます。こんな感じでいろいろね、変化をさせることができます。で、このね、トランジションの効果もありますし、もう一つね、これすごい便利だなと思ったのが、これですね、よいしょ。ピクチャーインピクチャーっていう機能があって、まあ、要するにですね、この、上のね、画像の上にもう一つね、カメラの映像を映せますってものですね。今の状態で言うと、まあ、ここの僕の手元のカメラと、この僕の抜きのね、画像ですね。これを両方同時に今収録をして、この中で映してます。なので、まあ、ちょっとね、手元の画面だけだとね、ちょっと飽きちゃうとか、どうしてもやっぱね、話してる、ところのね、まあ、絵が欲しいっていう時にこれ使えるので、非常に便利ですね。で、これも、例えばね、まあ、物の紹介もいいんですけれど、やっぱりね、便利そうなのがゲーム配信とかですよね。片方をこのゲームの画像にして、で、ピクチャーインピクチャーでね、僕のこの画像をね、映せばもうこれだけで多分もうライブ配信できちゃうんですよね。っていうぐらいめちゃめちゃ簡単にこれ配信ができちゃう機能なので、これはね、僕みたいな普通の、紹介系 YouTuber じゃなくてゲーム配信の方とかね、いろんな方にこう使えそうな、機能だなと思いました。という形で、ライブ配信のクオリティをめちゃめちゃアップしてくれる。劇的にね、変化させてくれるっていうのがね、まず一個いいところ。で、二つ目のポイントとして、これね、直感的で使いやすいというかね、すごい操作簡単なんですよね。手元の方で見せますと、こんな感じになってます。で、順番にね、こうやって1234ってまずね、数字が振られてるんですけども、これがね、カメラですね。カメラが、どのカメラに今映ってますってものですね。今は、2カメ、この手元のカメラがついてるのに2番が映ってます。で、1番にするとこんな感じで、僕のね、抜きの絵が出てきます。で、2番にすると変更って、もうすごいね、簡単な話ですね。で、この上の部分はこれマイクですね。マイクも2つ、入れることができて、僕のね、今1番のマイクがオンになっているので、ここのね、マークがついてますってものですね。で、この辺の、細かい、ものに関しては、これもね、マイク関係ですね。この1番のカメラに対応するマイク、2番のカメラに対応するマイクとかを細かくね、設定ができますってものですね。これだけでもね、すごい簡単で使いやすいんですけども、こちらの右の方にですね、先ほど言ったトランジションがありまして、まあこのね、図でね、結構わかりやすいんですね。この矢印がついてる右に行けますよってやつやると、こうやってね、右に、画像がね、変わりますとか。で、このね、上からこう、いきますよっていうこのねマークがあるんですけど、これを押すとこんな感じでふんわりとね、画像をね変えて切り替えてくれます。で、先ほどねピクチャーインピクチャーですよね、動画の上にもう一個動画載せますって機能なんですけど、これもね簡単です。ここにピクチャーインピクチャーのゾーンがあるので、ここでオンをしてあげれば、カメラがつきますし、こんな感じで、四隅にね合わせていろんなところにこのピクチャーを移動できます。もうすごい簡単です。これもね、図で分かりやすくね、アイコンで表示してくれるので、簡単にね、見ることができます。で、こんな感じでかなり直感的で、分かりやすい、仕組みをね、提供してくれてます。なので、まあ結構ね、こういう機材って難しいね、イメージあると思うんですけれども、意外と触ってみたらね、すぐできちゃいますって感じですね。で、このね、直感的な、良さっていうのが、まあ一つと、まあ、さらにですね、もっと作り込みもできるんですね。今、よいしょ、僕のね、PC の画面見せるんですけども、
こんな感じでね、パソコンの方でも同じように操作ができます。で、そこのね、パソコンを使うともっとね、高度な操作というか、トランジションの割り当てだったりとか、マイクの割り当てだったりとかね、細かくできます。で、この中でね、僕が今使ってる機能としては、まだね、僕全然使い込めてはないんですけども、こんな感じでね、スチルって言って、画像ですね、静止画をね、あらかじめ、ここにね、保存しておいて、これをね、表示させるってことができます。あと動画とかですね、そういうものをここで表示させられます。で、これね、どういう時に使うかっていう話なんですけども、もうね、単純ですね、こんな感じでスチルのボタンがあるので、これを押すと、こうやってね、蓋というか、かぶせるね、画像がね、出てきます。なので、生配信の準備中とか、まあ、ちょっとね、今映せないよって時にこのスチルを、押してあげると、画像がね、表示させられるので、これはね、やっぱりすごい便利なんですよね。で、このね、スチルのボタンっていうのがここにありまして、で、その下にですね、ブラックってボタンがあって、これはもう単純にね、暗転ですね。暗転で黒くしてくれます。なので、まあ、スチル設定しなくても、本当に緊急事態で何かあった時はこの黒。押せば、画像がね、いかなくなりますっていうものですね。で、ポイント3つ目ですね、この ATEM Mini なんですけれども、まあ、先ほど言ったね、ライブ配信とか生配信ね、非常にこう、まあ、活躍してくれる、まあ、強力なね、マシンなんですけれども、それ以外にもすごいね、使ってて便利だなと思ったのが、このね、通常の、まあ、録画なんですよね。今はライブ配信じゃなくて、この ATEM Mini を使って動画を撮影しています。で、何が便利かっていうと、一つはね、このカメラ2台を使ってこう切り替えて一つのファイルで動画がね、録画できますっていうことですね。これがね、どう便利かっていうと、普通にこれカメラ2台使っちゃうと、このね、1台目のカメラと2台目のカメラ、こっちの抜きの画像と、このね、手元のね、動画とっていう形で、常にね、2台回さなきゃいけないとか、動画をね、切り替えるごとにこうね、録画を始めなきゃいけないっていう形で、結構ね、手間がかかっちゃうんですよね。それぞれ三脚を調整して、一個一個押してって感じで、結構ね、ファイルも分割されちゃいますし、まあ、マイクとかもね、付け替えなきゃいけないので、結構めんどくさいっちゃめんどくさいんですけれども、これだと、もう完全にね、2つのカメラを同時に使って、1つのファイルで一気にね、録画ができるので、効率がめちゃめちゃ上がる気がします。なので、本当にこう、スタジオというか、カメラを常に固定しておけて、この ATEM Mini に、常にこう接続しておけるような状態で、過ごせるのならば本当にねこれめちゃめちゃ効率上がりそうだなと思いました。まあ、僕の場合結構ねカメラ持ち歩くのでどうかなっていう気はするんですけれども、本当にこう撮影部屋とか自分のこう撮影デスクがある方にとってはこの ATEM Mini はめちゃめちゃね役立ってくれると思います。で、そのね、2つのねカメラを同時に、駆使できるっていうのがあるんですけれども、もう一つはですね、このね録画ですね、この今カメラのよいしょ、画像をこのね PC に送ってるんですよ。 PC に送って、でこの PC 上でデータを保存してます。なのでカメラの SD カード使わないんですね。 SD カード使わずに、2つのねカメラの動画を1本にまとめてくれるって、これもねめちゃめちゃ便利ですね。で、さらに言うとこれねモニターとしても使えるんですよね。僕の場合、キャノンの EOS RP はね、バリアングルっていうこっち向くね、ボードというかね、画面がついているので、こう見ながら撮影ができてすごい便利なんですけど、こっちのね、ソニーの α7 とかって、こっちの画面が、反対が向かないんですよ。なので、こう僕の方向かないので、結構撮影するときね、困っちゃうことがあるんですけど、この ATEM Mini 使うと、こんな感じで、画像がね、表示されるんですよ。この動画を見ながら撮影することができるので、バリアングルないカメラでも、こうね、見ながら撮影っていうのができるようになるんですね。それをこの外部のカメラ必要とせずにですね、このカメラとこの PC だけで実現してくれるっていうのが、この ATEM Mini の非常にいいところです。僕もね、ちょっと家の環境とか、しっかりこう組んで、この ATEM Mini で撮影するようになったら、すごいね、効率上がりそうだなと思いました。はい、で、最後になんですけど、この ATEM Mini がね、本当にすごいところって、これだけ機能が詰まってるのにめちゃめちゃ安いっていうことなんですよね。今までこの、まあ、ライブ配信系の機材、動画をねこういくつかね分配して、振り分けられますよって機材って本当にね、まあ、10万とか15万とか普通にするぐらいのね金額で、しかも結構大きかったんですよね。
なんですけど、この A10 ミニはこうやってね、手で持てるぐらいの、持ち運べるぐらいのね、本当に軽さ、小ささで、でそれでいて値段も、4万円ぐらいで買えちゃいます。今ね、大体3万円から4万円ぐらいの間で売ってるんですけども、それぐらいね、コスパがめちゃめちゃいいんですよね。なので、YouTuber とか、あとライブ配信ね、するようなお仕事の方は、ぜひね、1個持っておいて損はないね、アイテムだなと思いました。はい、というわけでね、今回ざっと A10 ミニのご紹介させてもらったんですけれども、もしね、この動画がいいなと思ってくれたら、いいねもしくはチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。で、最後宣伝なんですけど、後ろにね、ちょっと映ってる通り、僕は株式会社ドリップっていう会社で、ものづくりをしています。いろんなね、アップル系だったりとか、商品作りしてるので、概要欄の方ぜひね、見てみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀内でした。バイバーイ。